鳥居町子さん、メッセージいつもありがとうございます。8月6日になりまして、8時15分に私も黙祷を捧げながらですね、今は広島市内におりませんので、現場にはいなかったんですけども、この福山というところからね、いろんなことを黙祷を捧げながら考えました。で、私の住んでる福山市も空襲があって、当時焼け野原ということで、本当に悲惨なね、出来事っていうのは後を絶たないというか、枚挙にいとまがないわけなんですけども、あれからやっぱりね、長い年月が過ぎて、当時あれほど争っていた国と今ね、世界一の仲良し国家っていうか同盟関係にあるわけなんですよね。これを当時の方が見たらどう思うのかなとか考えちゃいますよね。あれほど憎らしかった鬼畜米英と、お前ら日本人の魂を忘れて手を組みやがってっていうふうに怒り狂うのか、それとも人は分かり合えるということを長い年月のもとにね、証明できたことを称えてくれるのか、複雑なところがあると思うんですよ。私もこれに関しましてはね、回答が出ないことと、あと生まれた瞬間に自分の軸っていうのはできるんですよね。私が生まれて、そして物心ついて育った時っていうのは、すでに戦争は過去のものでですね、アメリカに対して憎しみとか、それから対抗心とか敵対心っていうのはなくてですね、むしろ、温かい友軍というね、友達の国というふうな感覚もあったり、私もね、アメ車を今乗ってるわけですけど、トランザムっていうのはアメリカのホームドラマに憧れてみたりとかね、アメリカの歴史にかぶれてみたりとか、アメリカのファッション、ジーンズですとかね、それから BI カットみたいなのに憧れてみたりとか、いろいろあったりして、時間が経てばいろんなものが変化していって、それがね、平和に向かうのか、それとも争いに向かうのかっていうことはあるんですけども、ただ一つ思うのはね、いや本当にね、この国っていうのは豊かになったのかなって思うんですよ。本当に豊かなんだろうか。いろんないい話は聞くんですけども、でも逆にね、悪いことも増えてきたと思うんですよ。どっかに苦しんでる人がいないのかとかね、どっかになんか矛盾はないのかとか、小さな悩みは共有しなくていいのかとか、さまざま考えるわけですけども、結局は自分に関係がないという一言で切り離してしまっているのかなとかね、実は関係がないことはなくって、どこかで関係してるってことを私たちは勉強不足で見つけられてないだけなんじゃないかなとか思ってしまうんですよね。生意気にもね、こんなこと言ってますけども。あ、それからのカードのことね、心配してくださってありがとうございます。すっかりと片付きまして、うろたえないことですよね。よく普段から使うカードだったんで、何があったのかっていうのを正確に覚えてましたんで、さささっと連絡を取ってですね、対処できたかなと。で、運転免許証も今もうすでに手元に再発行の分がありますんで、で、社会保険、健康保険証ですね、あちらの方も今日申請を出したんで、多分もうすぐにでも届くと思いますし、クレジットカードも、今月中に全て元通りになると思うんですよ。そういうのでね、ちょっと学んだのは、余計なものを、ね、入れておかない方がいいなと、思い出せるぐらいの枚数で良かったなっていうところですね。はい、今日もね、コメントの方いただきましてありがとうございました。では、明日からもまた動画の方でお会いしましょう。